中学受験のリスタート、たかしです。今日は鶴亀算の8回目、速さの鶴亀算をやってみようと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、今日はちょっと前の武蔵の入試問題を使って授業してみようと思います。こんな問題です。A 市から B 市、さらに C 市まで自動車で走ります。で、A から B までの一般道は毎時40キロ、B から C までの高速道路は毎時80キロで走って8時間で着く予定だったんだ。ところが途中で毎時100キロに変えたので7時間30分で C に到着。この時に高速道路の道のり、そして毎時100キロで走った道のり、これをそれぞれ出してくださいっていう問題です。まあ一応図にしてみよっか。A から C まで634キロ。そして A から B までの間は40キロ。B から C までの間は80キロで走る予定。これだと8時間で着くんだったんだよね。ところが高速道路を途中で毎時100キロにスピードアップします。そうすると7時間30分。時間がちょっと短くなりましたっていうことだ。で、この問題ね、実は2問の全く別々の問題がガシャンって組み合わさったような問題です。だからこの高速道路の道のりと100キロで走った道のりは全く別個に求めることができます。例えば後半の毎時100キロで走った道のりからやってみようか。ここの長さが知りたいんでしょ。で、これは予定だと8時間だったところが7時間30分になったんだよね。30分短くなってるでしょ。これはなぜかって考えたらすぐわかります。そう、これはここスピードアップしたからなんだよね。予定ではここ80キロで走る予定が100キロで走ったから時間が短くなりました。するとこの赤と緑、距離が等しいわけ。ということは速さが4対5、80と100だからね。っていうことから時間の比がわかります。時間が5対4で下の方が短いっていうことになる。するとこの差1っていうのが30分に当たるわけ。そうすると 30×4、 これで緑の時間が2時間っていうことがわかります。毎時100キロで2時間走ったわけだから、この緑の長さは200キロっていうふうに簡単に出てくるわけで、問題なのは前半です。 B から C まで高速道路の長さを出しなさいっていうところなんだ。で、この部分ね、あ、ここも比が使えるんじゃないかなって思う人がいるかもしれません。速さが分かってるからね。でもね、これはね、AB の長さと BC の長さは多分違うんだよね。で、しかも AB にかかった時間と BC にかかった時間も違います。だから、どうやら比は使えなさそうなんだよ。あれって行き詰まっちゃうよね。で、この時によく見るとね、この634キロっていうのは40キロで走ったところと80キロで走ったところの距離の合計でしょ。で、さらにこの8時間っていうのは時間の合計になってるよね。ほら、合計が2つ分かったら怪しい香りがしてきたよね。で、さらに単位量が2つ分かっています。つまりこれは鶴亀算になってるわけ。そうするといつも通りの解き方が使えます。これは時速80キロで走った距離が出したいわけ。そうすると、もし時速40キロでずっと走ったらって考えます。つまり、8時間をずっと時速40キロで走るわけ。すると、40×8 で320キロしか進めません。実際はね、634キロも走ってるんだよね。だから、314キロも違います。ということは、時速80キロでかなり長い距離を走ってるっていうことだ。そうするとこう考えるんだよね。仮に1時間40キロじゃなくて時速80キロで走るとすると、40キロ分長く走れるわけ。そして実際は314キロも長く走ってるわけだから、314÷40 です。で、答えが 7.85 です。で、特に速さの鶴亀は今出てきた数字が何なのかを見失いがちだから、これ気をつけてね。この 7.85 って何が出てきたの？そう、これは時間が出てきたんだよ。時速80キロで 7.85 時間走ったっていうことが分かったわけ。ということで、この距離が出したいわけだから 80×7.85、 628キロっていうことになります。ではまとめます。速さでも稀に鶴亀算が出てきます。これはね、覚えとかないとなかなか気がつかないかもしれない。気をつけといてください。
で、さらに速さの鶴亀の場合は小数とか分数がよく出てきます。ほら、典型的な鶴亀だと足の本数とか何頭いるかって全部整数じゃん。で、ここの部分が小数とかになるわけ。つまり鶴亀算で言うと亀の足が 4.25 本とか鶴が3と3分の1頭いますとかっていうわけのわかんない感じになりがちです。単位に気をつけて計算を進めていくのが大切になります。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。